汚れる千る山本周五郎一ご覧遊ばせクジ夫人が尾羽をいっぱいに広げてお通りですわまあ本当大層なご威勢ですこと針を含んだ小姉であるクジ夫人ってそれ誰のこと 今向こうの橋を渡っているお方あなたご存知ないの梅香様あらあれは千鶴様ではありませんか貧乏国福山城のお国はにある古紀園は今勝負の花盛りである毎年五月二日には藩主安倍豊前守正方が泉殿で宴を催しまた 目見え以上の家臣たちは奥と表との差別を除いて見物を許すのが例であった日頃厳しく隔絶されている常駐の男女がこの日だけは公然と相見ることができるのでそのにぎわいは極めて華やかなものであった着飾った女中たちは勝負の花と剣を競いながら風情生めかしく商用し 若侍たちもまた心ときめく様にその群れを縫って右往左往する聞けがしの狂笑や恥じらいの瞳や思わせぶりなささやきやそれとなき流し目が行き交う若男たちの間にかげろうのごとく揺れ上がるかに見える戦地の中の島に三人もういずれも二十4 5と思われる女中の一組がいて 今向こうの八つ橋を渡ってゆく美しい夫人を妬ましげに見やりながら陰口をしていた千鶴様だなんて唇の薄い少し目のつり上がった一人が皮肉な調子で言ったそんなに気安く言っては失礼ですよ以前は芳売でも今はご家老のご内室様でございますからねまあではあの噂は本当でしたの 本当ですともあなたが宿りの間に虫け三右衛門様へお越し入れをしてからもう半月になりますわ私には分かりませんわ千鶴様ともある方があんなご老人とご老人でもおろだかは二千石筆頭画廊というご身分ですもの竹の柱に茅の屋根 手鍋下げてもなどという心意気は昔流ですって。当節は身分とお金さえあればお年寄りでも足ないでもお構いなしですって。まあ切れた千鶴様ってそんな方でしたの噂の主は橋を渡り切った。肌の色のさえた肉付きのしまった痩せ方の体つきである。少し剣はあるが 表情の多い目元だ話をする時唇をキュッと左へ引き締める癖が鮮やかな魅力でもありまたどうかすると凶慢な印象を与えるおそらく向こうの女中たちの陰口を耳にしているのであろうが澄んだ瞳を正しく上げ小奥義を額にかざして緩やかに歩みを運ぶ姿はどこかに溺れるクジ といいう感を持っていた。橋を渡り切ったところで四五人連れの若侍たちに会った「棘のある花はなんとかと言ったなまたしても希望の声である」「ひぼたんの根を高く売る武風流紅白に飛んだ大きなの花いじりか」「下面に菩薩内心二千石」 あからさまな嘲笑の中を千鶴はやはり悠々と臆した様子もなく通り過ぎてゆく。おごれるくじ人々のこの憎しみは何故であろう。千鶴は孤児である。いえば安倍家不代の年寄り格であったが、千鶴が十二歳の時、父鹿島太郎左衛門が死し、 養子を決めぬうちに母も亡くなったので、自然と仮名は耐えてしまったそれ以来ずっと千ノカ伊予守正ケの側室だったエコーインの次女として育ってきたのである優れた美貌と理髪で効かぬ気の千鶴はエコーインの長を一身に集めていた今に良き婿を選んで鹿島の仮名を再興してやろうぞ 折に触れてはそう言われていたし事実また年頃になるとエコーインは密かに婿選びをしていたのであるその間にも千鶴の彩色は福山城切手の評判となりかるべき家柄の求婚者も産後にとどまらず中にはわずかな機会を狙って付け組をしたり打ち付けに言い寄ったりするものもあったが彼女はどれにも相手にならず 十四歳という年を迎えてしまった。おきれいだから望みが高いのね。とてもお偉いんだわ。福山のかぐや姫というおつもりよ。そういう女中たちの噂は嫉妬であったろう。心をおごっているのだ。人を人とも思わぬ目だ。彩色にまんじているのだ。そういう若侍たちの言葉は、 手の届かぬ花を憎む心である。人々は千鶴が高慢とともしらがで終わるつもりだろうと噂した。しかしその予想は裏切られたその年の春の初めエコーインがふと問いただすようにして本当に独り身を通す気なのかと聞いた時千鶴は初めて心を決めたごとく 実は嫁に参りとうございます。と答えた。とつぎたい相手は、国家牢、虫明三右衛門であるという。三右衛門は早く妻に死なれ、子供もない矢もめでもう五十七歳の老人であった。一条の彩色とうわれた千鶴が、自ら望んで貸したいというには、あまりに意外な相手である。エコンは。 何か訳があるのかと繰り返して聞いたが千鶴は静かに微笑して筆頭のお国画老ではあり家柄にも申し分がなければ夫として恥ずかしくないように存じますのでというばかりだったエコーインのお声がかりで話は差し障りなくまとまったそして4月中旬の吉日を選んで千鶴は虫け家へ嫁いだのである 女中たちはもとより、かつて求婚した者、また思いを通わせていた若者たちは、この結果を知ってあぜんとした。そうだったのか。あの娘には、恋も情も必要ではなかったのだ。二千石の食獄と筆頭画廊の栄食。つまり、あの娘の欲しかったのはそれだったのだ。栄養映画だったのだ。 人々は初めて千鶴の本心を見たと思った。溺れる孔雀。悪評がいかに根強く広がっているかは、前章に記した通りである。無遠慮な嘲笑の中を千鶴は目も動かさず通ってゆく。八橋を渡ると間もなく道は小松林の丘を登る。 その丘の彼方に泉殿があるのだ主君正方の宴にはエコ光院も隣席しているので彼女はそこへ挨拶に出ようとしているのだった道が小松林の中ほどへ差し掛かった時千鶴殿しばらくと声をかけながら右手の松林の中から一人の若侍が出てきた 松の木陰伝いにそこまでつけてきたのであろう色白の神経質な顔が思い詰めた心の内を語るかのように引きつっている振り向いた千鶴はそれが古生組の中村新之助という若者であるのを認めたかつて最も熱心に恋心を通わせた青年たちの一人である驚きにならなくともよろしい 決して、ぶしつけなことはいたしませんから。別に驚きはいたしません。千鶴は冷ややかに笑った。何か御用でございますかお越し入れのお祝いを申し上げようと思ったのです。国家老のご内室になられて、さぞご満足なことでしょう。あなたがそういう人だということも知らず、心のありたけを燃やした拙者などは、 実に馬鹿げた道家者でした。あなたにもさぞ少子なことだったでしょうな。私、それほどあなたを存じ上げておりませんでしたけれど。結構です。まるで身も知らぬとおっしゃらないのがせめてものご好意だと思いましょう。あなたに思いを通わせるものは数え切れぬほどあった。いや、この福山城の若者で。 あなたに思いをかけぬものはなかったと言うべきだ。けれど、そんなことはあなたにとって何の意味をもなさない。あなたに必要なのは富と名だった。恋もまこともない相手にあなたはその類いまれな彩色を売ったのだ。二千石という富、筆頭画廊の妻という名の代償としてあなたは自分を売ったのだ。それが祝いのお言葉ですか 千鶴はキュッと唇を左へ引き締めながら遮っていった。新之助は刺すように笑って、拙者はあなたが己に恥ずべきだと申し上げたかったのです。ご親切に。あなたは富と名豆を得られた。結構です。改めてお祝いを申し上げさせてください。しかし。 その富と名がいつまであなたの手にあるかどうかはおのずから別だ。新之助の目は疲れたような険しく歪んだ光をたたえて千鶴の瞳をひたと見つめた。千鶴殿、拙者の名は中村新之助と言います。もしお忘れになっていたらどうかよく覚えていてください。その必要がございましたら。ありますとも。 大いに必要がありますそれも決して遠い先のことではないでしょうお引き止めして失礼しましたお幸せをせずに祈りますしんのすけはきびすを返して逃げるように去っていった千鶴は見返りもせず泉殿の方へ静かに歩いていった三。虫やけ三んえもは若き妻 千鶴の部屋でで酒を飲んでいた57歳にはなっていたが三右衛門はまだ髪もつやつやと黒く皮膚の引き締まった骨太のたくましい体つきをしていることに一文字の濃い眉と力のこもった僧の眼光には福山十二万石の国老として主君正方にも一目を貸せるだけの威力を十分に持っていた。 また青年の頃から剣を取っては家中屈指の腕があり今でも希少百ぶりの勃剣は欠かしたことがないもう一杯やらぬかいいえもうそんなに頂い,いては酔ってしまいますわエコーイン様はお強いそうではないかそのお相手をしていたのだからわしなどでは歯がゆいくらいであろうお強いのは旦那様でございますわ 千鶴は優しくにらみながらまだ少しもお色に出ませぬものわしは昔から弱わぬ方だそう酒を口にし始めたのは随分古いことだまだ前髪の十分であったろう口にし始めるとから今日までほとんどきを手から離したことがないと言ってもよいほどだがそれでもかつてうまいと思ったことがないし またた酔っとということも覚えぬ。召し上がっておいしくございませんの苦いな世間のごとく苦い三右衛門の目は笑うと子供のように邪気のない光を帯びてくるだが今宵の酒はうまいようだようだでございますかこの部屋へも。サンエモンは 千鶴の笑顔から目をそらして部屋の内を見回した十何年ぶりかで座る策抜たる生活だった29歳で国老職になって以来わしの生活はまるで荷車を引く牛のようなものであった家々の温かさも覚えず人情に覚えることも知らず 苦い酒を無理に飲んで、一時の疲れを紛らすだけが、張り詰めた心を緩めるただ一つの方でしかなかった。無論、それが残念だとは思っていない。これからも荷車が引ける間は、牛になって通すつもりだ。しかし今、わしには一つの考えがある。それは、老職の家ではなく、平士の家に生まれてきていたらという気持ちだ。 千鶴は黙って三右衛門の横顔を見ているこれまで一日も盃を話したことのない酒が苦く今こうして口にしながら初めて酒がうまいとはこのようなものかと思う彩り美しい衣装と香料の温かく匂う妻の部屋に座って金骨の凝りのほぐれるのを恍惚と味わう これはわしが五十七年の今になって初めて巡り合うことのできた幸せだ。でも、平伏にお生まれなさいましたら、必ずそれができていたでございましょうか。少なくとも三右衛門の目は寂しげな光をたたえた。これだけ好きな酒をうまく飲めたことだけは確かであろう。うまいと思ったら、 ヨーダなどと言わずにうまいと言い切る自由はあったと思うもう一つ重ねて言えばお前が嫁いできてくれた気持ちにもいくらかの愛情があったのではないかと考えることができるだろうはははははは千鶴は唇をキュッと左へ引き締め静かに三右衛門の杯や尺をしながら それではもし旦那様が平伏であったら千鶴は嫁いで参らなかったであろうとおっしゃいますのね。おそらくしかしそうであったらわしはお前の目にさえ触れることなしに終わったであろうからな。無論その方が良いというのではないぞ。作漠たるわしの生涯の道をお前は美しい花園へ導いてくれた。これは全く予期しない幸せだ。 そしてわしの身分がこの幸せの手引きをしていることも今のわしにとってはありがたいことなのだ。ではもし、千鶴は怪しいと思えるほど冷ややかな目をしていた。私が心からお慕い申してきましたと申し上げましたら、旦那様はそれをお信じくださいますかしら。57年も生きてくると、 嘘とまことのけじめだけははっきりとわかる。お前はわしのために花園を与えてくれた。わしはそれに対してわしにできるだけのことで報いたいと思う。ほほほほほほ千鶴は静かに笑って。では私、うんとわがままをしてよろしゅうございますのね。世間ではごれるクジと言っておる。 この千鶴は公然と目をあげていた。何とでも言うがよいのですわ。千鶴は虫明三右衛門の妻ですもの。っと国家老の妻であってこそ、溺れる苦弱という名もふさわしくはございません。美しい目が怒っているな。三右衛門は微笑しながら言った。 その目を見るものがあったら、今度はかれるクジャクというであろう。申し上げます。ふすまの外で、カフの声がした。4。なんだ。江戸より言語が着着つかまつりました。そうか、すぐ会おう。カフの去る気配と一緒に、三右衛門は杯を置いて立った。 地層であった。今宵は少し遅くなるから構わず寝てくれるがよい。はい。三右衛門は妻の部屋を出た。書院には貝原言語が旅行のまま探査していた。よほど道を急いできたらしく、若い顔面に著しい疲労が見える。三右衛門は座りながら、 遠路大義であった挨拶は置いてまず要件を聞こう何か下級のことでも出退したかはっ矢作彦兵衛が勝腹つかまっていました彦兵衛は江戸屋敷勘定型の春菜である三右衛門の大きな目がきらりと光った何故の切腹だ 浜町ご増築を阻止することができなかった申し訳のためでございます。何浜戸のご増築とな。ご存じではございませんのか。殿より江戸表へお墨付きが参りました。いつのことだ。去月20日にございます。三右衛門は脇にあった小机を引き寄せ、すりの蓋をはね、漁師を広げながら、 司祭を申せ、と言って筆を取った。安倍家の江戸屋敷は芝田村町にある。官営年中に賜ったもので、地割りが狭く、極めて不便なものだ。その上根岸にある下屋敷も同様なので、かねてから貝地を願っていたところ、3年前に芝新鮮座の浜へ1 2 0 4坪の土地を賜った。 安倍家は内服の家であるし事に東大の正方はまだ若く花火贅沢を好んでいた人であったからこの土地へ浜殿と称して豪奢な別所を造成しようとしたこの地続きに松平比吾松平陸脇坂淡路などという大半の屋敷があったが水を隔てて小浜御殿に相対しているため いずれも建物などはビに渡らぬよう遠慮してあるそれにもかかわらず正方は浜殿と唱え建物も三階を備えた壮大な設計であった時は明和三年武家町人とも富の偏在が著しくなった時代で世間には多くの浪人者や休民の群れが飢餓に追われているし特殊なものを除いた社会の一般は ひどい不況に悩まされていた幕府では田沼意次がそば用人になって積極的に政治の改革を始めつつあった民間では山形第二が幕政を論難して王政復興を公然と衝動し始めていたこういう時期に幾万金を投じて浜殿を増築するなどは求めて幕府の建ん石を買うようなものである 国元、江戸表ともに心ある老臣はこの計画に反対し、正方に迫ってついに取りやめとさせた。若き藩主がこれを心よしとしなかったのは言うまでもない。それ以来は、甲骨の老臣たちから遠のき、あゆネーベンの塔を近づけて反省を怠ることが多くなった。ネ心は江戸にも国元にもいた。 当然の結果として、甲骨の真と鮎の共柄とは両立相対峙する状態となった。現在、国元においては、おそば頭の朝倉藤十郎が中心となって、国老一派の勢力を抑え、反省を老断しようと暗躍を続けているのだった。一度取りやめとなった浜戸の増築を、今になって再燃させたのは、 んののいいをえとする朝倉一味の企てに違いないお墨付きにににはうまでに落成するようにとのでごごいでざますうのらしはどうしておるおるきの到着にてご老食方にももはやどうすることもできず鮎の共柄ご出頭一味は早くも工事請負いとして武蔵や八郎兵衛を呼び出し 万金を下げ渡しと決定つかまつりましたそうか要件はそれだけだな三右衛門は筆を置いた海野様のお申し付けにてとりあえず以上だけご中心のため下りました彦兵衛を殺したのは残念だ御意にございますしかし言語は目を落としながら そのため、武蔵屋へのお下げ金は一時延期に及びました。延期ではない、取り留めだ。三右門は静かに言った。ことによれば非常手段にも及ばねばならぬ。五、お人払いを願います。それには及ばぬ。お人払いを願います。三右門の声は静かであったが、 金病部震えるほどの底強い力を持っていた。正方は酔っていた。主演の席から来たのである。三右衛門は身の上国に途上して目通りを願ったが許されなかったので待っていた。昼を使い、夕を使い、すでに犬の上国である。ようやく現れた正方の左右には、 朝倉藤十郎と腹心の者が辞していた三右衛門正方は酔いに青ざめた顔に皮肉な霊性を浮かべながら言った人払いをしなければ言えぬことなら聞くに及ばぬぞ政治はそちどもの桐りに任せてある横着があろうと船団があろうと世の知ったことではないよいかそのかわり世のこともかもうてくれるな 恐れなが三右衛門は押し迫るように言ったお上は安倍家十二万石のご領主でございますご先祖正勝公以来のご加盟はもとより幾百戦の家臣領民どもの運命はかかってお上のご存念にあるのでございますご一心のわがままは許されませんおのれ許さぬとは過言ぞ お静まり遊ばせ三右衛門はぐっと膝をすめた今日お目通り願いましたのは一遍のご還元を申し上げるためではございません三右衛門は進化ながら友好院様より貢献職を仰せつけられその旨は幕府へも進達してござりますもしお上においてこの上とも自慢は放らを遊ばすなれば恩家の大事 三重門自殺して有効員様へ申し訳をつかまつらねばなりません貢献職の自害する場合、幕府がどのようなご沙汰に出るか、お上にもご存じでござりましょう。ぶ、無礼者よう若年と侮って、下がれ、聞く耳持たぬ。浜戸のご増築は何とぞお止めくださいますよ。ご日常についても、お改め願わねばならぬ数々のことがござります。 ささいなものと存じて今日まで相控えておりましたが、一旦お取りやめとなったご増築のことを老職どもへはお沙汰もなく、じきじきお墨付きを持ってお姪じ遊ばす。かようなことに立ち至るようではおそばの者どもにもきっと申しつけねばなりませぬ。正方は次男である、長子正義は幼くして死死、次男の彼が家を継いだ。 そしてその下に三男正友があり聡明英知の評判よく現に江戸表で家臣の人気を集めている次男は向こう水だと言われる通り正方は丹慮で古来性がなかった不快だと言うとそのまま座を蹴って奥へ去った三右衛門はそれを見送りながら 顔色を変えていた朝倉の様子を認めてニッと微笑した正方は苦労を知らぬ青年である年娠どもの追唱に負けるのも主食に溺れるのも苦労を知らずで抑えるもののないわがままから来る三右衛門はよくそれを知っていたしかし今日まであえて苦言を呈さなかったのは今正方に向かって言った通り そんなことは取るに足らぬさじだとしていたからである。多くの家臣の中には、恍骨感もあり、軟弱感もある。あゆネーベンの共柄だからといって、必ずしも恩家のために悪いとは定まらないし、恍骨一徹の侍にも意とうべき人間はある。清列の水にのみ、魚の育たぬごとく、善悪合わせ近づけて、もってその利すべきところを知るに至らなくては、 一国のあるじたる資格とは言えないその意味から三右衛門は今日まで大抵のことは目下してきたのだそして今家臣としては出過ぎるところまで辛辣に直感した正方がどれほど不快に思おうとも三右衛門の自殺するという決死の言葉に偽りのないことは分かったはずだ今日まで貢献職として寛大であっただけ それだけ強く、正方の心の真っただ中を射止めたはずである。くどくどとした千万元よりも、今の正方に必要なのは、この決死の一言であったのだ。藤十郎目も震えたであろう。三右衛門はそう思った。そして、金十番のものを呼んで、江戸詰め勘定型の矢萩彦部、お墨付きと老身教票儀の間に立ち。 役目の義理に攻められて勝腹つかまつったと御前へ申し上げてくれそう言って大差した下城したのはもう四つを少し回っている頃だった雨もよいのやや蒸し暑い夜でそよとの風もない闇が提灯の日一つを押し進んだ友は石松伝一郎と下郎だったババ脇へ差しかかった時 三衛門はふと立ち止まったと思うと「六助火を消せ」と命じたこの闇に明かりを消してどうするか下郎がイブガリ顔に振りあおぐ刹那三右衛門は肩絹をはねて「伝一郎くせ者だ」叫びながらギラリと体験を抜いた伝一郎はとっさに三右衛門の前へ踏み出していた六 玄関へ出迎えた千鶴は三右衛門の衣服がおびただし一で汚れているのを見てさすがに色を変えたまあ旦那様騒ぐには及ばぬ帰り道だ三右衛門は平然と笑って後で呼ぶからそれまでに身の回りのものを片付けておくがよいすぐにもここを立ち退かねばならぬだろう見苦しからぬように注意してくれはい 何も案ずるには及ばぬぞそう言って奥へ入った千鶴の膝はガクガクとおののいたどうしても抑えることができなかった帰り血と聞いた途端に資格を思い資格という言葉はすぐに中村新之助を連想させた勝負の日に彼は遠くないうちに自分の名を思い出すことがあるだろうと言った 千鶴は次女と共に部屋へ戻って、手早く身辺の整理にかかったが、目先には中村新之助の引き歪んだ神経質な顔がちらついて仕方がなかった。本当に新之助であろうか恋の遺恨で闇討ちをしたのであろうかいや、そうではあるまい。恋の遺恨だけではないはずだ。新之助は、 あの時千鶴に向かってその富と納とがいつまであなたの手にあるかどうかはおのずから別だと言った千鶴は栄光院に辞していたから正方をめぐって渦中に二派の勢力があることを知っているそして一方の勢力が最も恐れる中心人物として虫明け三右衛門を目標にしていることも 同時に三右衛門がそれらの勢力を継投しても揺るがぬ確固たる存在であることもよく知っていたその動かぬ存在に変化が起こった新之助はあの日すでに今日のあることを知っていたのだ千鶴の考えはようやく落ち着いたこれは自分から起こったことではないこの間にも 次々と客が詰めかけてきた老神閣のうち三右衛門と腹心の者のばかり八名書院に集まって密談を交わしていたが四半時足らずでいずれも早々に帰り去ったついで家来たちが呼び寄せられた千鶴の呼ばれたのは最後であった三右衛門は白の人絵に白の袴をつけていた そして入ってきた千鶴がそれを見て不吉な予感に額を青白くするのを目ざとく認めてハハハハ心配するな死に装束ではないと明るく笑った暑いのでこんな格好をしているのだ最も不意打ちをくらった時の用心でもあるがさて手短に片付けよう座ってくれ面倒なことは抜きにする 一言にして言えば、わしは窮地に追い詰められた。お家の災いを締結しようとして、先手を打たれたのだ。下城の途中、闇討ちを仕掛けられ、四所なく四人を切ってしまったが、これはどっちにしても三右門を仕置きにかける罠なのだ。そこでわしはひとまず立ち抜くことにした。お立ち抜き遊ばした後は、後のことは方策を立てておいた。 江戸表へも使者をやったし当地のことは今宵集まった者どもでどうにもするだろうそれからお前の心情だが三右衛門は手箱を引き寄せながら過労の妻として誇りある一生を送らせてやろうと思ったのにかようなことに立ち至ってそれも仇となったお前には何とも気の毒でならぬがこれも武家の義理と思って諦めてくれ。 はい、ここに金子が500両ある軽傷だがこれを持って当地を立ち退いてくれ開門が案内するであろうから万事は彼に任せてわしの身の落ち着くまでしばらく辛抱していてもらいたいはいこのままお前を口させるようなことはせぬ必ず身の立つように計らうぞありがとう存じますこれで用談は済んだ 三重門はほっと肩をゆり上げながら「別れにうまい酒を一産馳走してもらおうか」「魚は何もいらぬ」「お前の尺で初めてうまいと思った酒をもう一度味わって別れたいのだ」「お支度をいたします」千鶴は静かに立っていった「いかにも静かである」 三右衛門は何か物足らぬわびしい気持ちでその後ろ姿を見送った「七備中の国浅口郡鴨方の城下から二里高倉山の懐へ段上がりに深い松林が続いているその松林の奥で一番近い村里からも十丁余り離れた丘の上に 寺寺という大幕宗の寺がある福山を立ち退いた虫明三右衛門は老木平五郎と共にこの寺内の暗室へ隠れた鴨方藩池田家の老職で鎌田次郎左衛門というのが三右衛門の友で昭慶寺は鎌田家の菩提寺であり住職無鉄とは三右衛門も地員の間柄であったから ここを当分の隠れ家としたのである。暗室は寺の後ろの丘にあった。前庭は明るい砂地で広く、松の小越しに遠く瀬戸の海が見える。瀬戸はまた一段高くなっていて、松の間をクリア口まで家計が清潔な水を余るほど引いてくる。前も後ろも松だ。右も左も見る限りの松である。 これは戦況だ三右門は初めての日むやみに広がっている松林を見て頭の芯へしみいるような将来を聞いて57年の俗人をいっぺんに洗い落としたような気持ちがしたこんなところに住んでいたら人間はよくなるだろうと思った利欲を知らず献政を知らず名門を思わず 神職を己の好むままに司書でも読み畑でも作って自在に暮らしたら人間本然の姿に帰ってさぞ楽しい一生を送れるだろうと思ったけれどもそう思ったのは四五日のことで三右門はすぐに退屈してきた十二万石の家老として反省の切り盛りに没頭してきた彼には こうした簡略な生活に浸れる素地が養われていなかったのである。松葉しの錆びた色もいいが、こうむやみに待つばかり多いと鼻についてくる。将来も耳を止めて聞くほどだとよかろうが、こう暗室をひっくるんで重音無人に音も絶やさず聞こえると迷惑である。十日ほど経ったあるよ、クリア口で妙な音がした。 なんだ、寝そびれていた三エモ門は平五郎が何かしているのかと思って声をかけた立って行ってみると老木は寝ているしクリアの物音はまだ忍びやかに聞こえていた三エモ門は引き返して体験をとり抜き足でクリアへ降りると外の気配をうかがってさっと雨戸を引き開けた20日ほどの月が空にあった 雨戸を開けると同時に松の影がムラムラと斎上にまだらを落としているその影を乱して大きな獣が三匹身を翻して逃げ去るのが見えた鹿だ月光を切って走ったのは鹿であった三右衛門は思わず苦笑した体験を持ち出した自分の心も苦に々がにがしいし クリア口へ鹿が餌をあさりに来るほど酸化なのかということがまざまざしい赤料感を誘ったのであるどうも俺は腹からの属人らしい三右衛門は人の心と心がしのぎを削る激しい手応えのある世間を思いつつ寝たそのあくる日のことだった後ろの丘を歩き回って暗室へ戻ると おしょうが縁先でたばこを吸っていた三右衛門よりは十歳も年長でいつも白い武将ひげを生やしている肥えた老葬であるこれはようこそどうじゃ少しは三居にもおなれかなゆうべは鹿が見舞ったそうでどうも少し驚かされました せめて一頭でも仕留めてくだされば今日はうまい酒が飲めたものを惜しいことをしたものじゃ栗の方へ来たならば一頭も生けては返さぬところだがははははは、<laughs> しかめも承知と見えてなかなか栗へは参らぬじゃ無鉄は笑いながら立って時に男でばかりでは不自由と思ったでな二滝すすぎ物などをするようにおなごを一人連れてまいった。 これで別に不自由はござらぬがそうでないこんな山の中で待つばかり見てござると今に千人にでもなってしまうかしれぬまあ少しは続衆をそばに置くも薬でござろういやそれではまたお邪魔にひょうひょうとして坂を下りかかったがああ酒がたらんじゃったら遠慮のうそう言って起こされ 寺でであるおかげに酒だけは不自由せんでな。ハハハハハ生臭じゃ生臭じゃ驚いた和尚だ三右衛門も思わず笑ってしまった延々上がって机の前に座って茶を呼ぼうと思っていると襖を開けて入ってきたものがあった三右衛門が振り返ると若い女が茶器を手に微笑している 千鶴であったななんんだどうしてこんなとことろへ洗濯婆婆でございますきれている三右衛門の前へ千鶴は静かに茶を運んだ髪は水髪に束ね私奮の装いもなく木綿の衣服に木綿の帯まるで村里の女房というつつましい姿である けれどそれがかえって美貌にさえを与え表情の濃い瞳を生き生きと浮き出している黒ずんだ木綿の裾からのぞく素足の白さは批判舞台からこぼれるよりもなまめかしくあだであったごさんまではおそばを離れませぬ千鶴はもう一度微笑しながら言ったお城へおもと遊ばせばまた二千石ご家老の妻になります その日のの日までは、おばれのないくじゃく辛抱をいたしたす。8. 秋になった遠く見える瀬戸の海が日ごとに藍色を深め松林の中には燃えるようなつたもみじが目立ってきた夜になると鹿の声が聞こえた空高く狩りの渡るのも見た 将来は朝から夜を徹して暗室をめぐり、家計を走る水音は夜半の耳を驚かした。けれど三右衛門はいつかその自然の中に住み慣れて、ひと頃の寂しさはもう感じなくなってきた。千鶴はよく使えた。溺れる孔雀といわれたあのほこらかな姿を思うとまるで人が違ったようである。 落ち葉かき、象毛のような指を惜しげもなく山水に浸してすすぎ物をするし美しい髪を灰にまぶして滝もする朝は早くまた夜は吹け渡る風を聞きながら暇があれば老木の着物まで縫い繕いを惜しまないこれが一条の彩色と言われた女か三右衛門はそう思うと辛かった千鶴 お前、いつまでこんな山の中にいるつもりだ。わしへの義理を思ってくれるなら無用なことだぞ。お前の美しさを日ごとに削るかと思うと、わしはかえって迷惑だ。わたくし、義理など考えたこともございませんわ。千鶴は笑って答える。ただお城へ帰る日を楽しみに、こうしておそばにいるんですの。わたくし、 もう一度筆頭家老の妻としてご城内を歩いてみたいんですの。孔雀夫人と言われて大勢の目の的になることは、そう誰にでも与えられる幸せではございませんもの。だから辛抱いたしますの。しかしその日が再び来るかどうか。きっと参りますわ。来るまでは一生でも待つつもりですから。 そのうちにお前も年を取るそうしたら置いたるクジで我慢いたします千鶴の笑顔はうきうきとしていたそうかもしれぬ彼女の高い気ぐらいとしては溺れるクジと言われながら三十日足らずで失踪したことは屈辱であったろうもう一度城へ帰って 悪評を見返してやりたいと思うのは当然であるだがその日が来るであろうか三右衛門は呆然と探索した秋10月の7日一騎の早馬が昇景寺の三門を驚かした福山城からの旧市石浜伝一郎である千鶴と共に裏山にいた三右衛門は 老木の知らせで急いで暗室へ戻ったごえしゃくはごめんこうむります伝一郎は息を弾ませながら言った江戸表へご出風遊ばしたおかみには九月三十日をもってにわかにご隠居を仰せい出され正友気味およつぎと決定つかまつりましたおお三衛門は思わず感動の声を上げた ご隠居とまでは思いもよらなかった。しかしようこそご決心遊ばされた。詳しくはご帰還の上申し上げまするが、早速三右門を帰参させようとの御情にござりますと、伝一郎め、とりあえず九死に立ちました。老職御一同、即刻の御帰還をお待ち申しまする。大義であった。皆にもお家のため大慶と伝えてくれ。して ご気丈は何日に会いになりましょうか。この通りの身軽じゃ。明日は帰ろう。では立ち返って、お迎えの用意を。と伝一郎は勧められた茶をもじして、そのまま馬をあおって帰り去った。考えていたよりは思いがけなく、運はかつ然と目の前に開けた。三右門はにわかに体中へ力の盛り上がるのを感じながら、千鶴、 と呼びながら立った。返事がないのでふすまを開けると、千鶴は部屋の中に焦然と座って泣いていた。千鶴、聞いたであろう。城へ帰れるぞ。帰れるのだぞ、福山へ。泣くやつがあるか。おめでとう存じます。千鶴は静かに両手を下ろした。どうした嬉しくはないのか 旦那様は、お帰り遊ばしまさんえも門は千鶴の表情が全く変わっているのを知って驚いた言葉の調子にも目の色にもかつてこれまで見たことのないギリギリに突き詰めたものが感じられる三んえもは膝を直した千鶴お前何か隠しているな城へ帰るのが嫌なのか はい。千鶴は濡れた声で言った私はここにいとうございますなぜだお分かりくださらないのでしょうか千鶴の目は恨むような色を帯びた旦那様は今でも千鶴が二千石と家老の妻の名を欲しいために嫁いだとおぼしめしますか

大しいお姿を拝見しましたのが十八の年でございましたそれから六年の間片時もお姿が忘れられず心のありたけでお慕い申していたのでございます席を破った本流のように千鶴の言葉は情熱と恨みを込めて三右衛門の胸を打ったエコイ院様にも世間にも 私の恋は分かってもらえぬものとそれは覚悟をしておりました。でも旦那様にはいつか分かっていただけると信じていました。私の口からは申し上げられませぬもの。申し上げてはかえって嘘になります。現にいつぞやの夜もそう申し上げましたらご不快そうにお笑い遊ばしました。笑われるのが当たり前でございましょう。 でも悲しゅうございました。おごれる人はおごれる面を脱いだ。くじゃくの羽を取れば鶴の清楚な姿であった。今こそ三右衛門の目には見える。千鶴が一条の彩色とうたわれていたことと、自分が二千石の国家老であったことと、また親子ほど年齢が違っていたことと、 この三つのものが千鶴の恋を濃霧の中に包んでいたのだ。いつかは分かってもらえるというほのかな望みのために、千鶴は己ににもつかぬ批判を甘んじて受けていたのだ。溺れるクジの名を、三右衛門は今、千鶴のむせび上げる恋を聞きながら、この松林のどこへ家を建てようかと考えている。 あえて慰めらしき言葉をかけぬのは初めて見る千鶴の泣きぬれた様がみずみずと美しく止めるにはあまりに惜しかったからである裏山につぐみの声が明るく聞こえていた。